チャオ、あっちゃんです。今日1月の8日月曜日、成人の日です。あっちゃんの朝ごはん作りたいと思います。はい、パンに、焼きのたらこ、たらこにね、マヨネーズ、たらこマヨネーズにして焼きたいと思います。久々にたらこ入ったからね、たらマヨで食べましょう。はい、では焼きます。はい、はい、焼けました。たらこ、たらマヨパンと、コーヒーで、行きましょう。行きよう、とフェチさんに。おに、では朝ごはんできました。コーヒーとたらまやばいただきます。いただきます。うん、おいしい。最近たらこ買ってなかったからね、なかなかできへんかった。たらまやパンも間違いないね。うん、結構好きで、たらバタでも美味しいけどね。たらまやの方が手軽に作れるから、ね、たらまやが多いんだけど。ねえ、これでね、夜遅くなってね、昨日もね、寝の遅くなって眠いわ。ちょっと帰っていかなあかんねんけどね、なかなか。今日で冬休み悪いから、子供も早寝かっていかなあかん、一緒にも寝よう。子供寝かして、寝かしてるか、子供が寝て、ちょっとおとなしになるまで動画編集してるけどね、もうそれも早めにその体勢を直さんとね。4月からお弁当やからね。たらまやパンは、カリッと焼くよりちょっとしっとり系に焼いた方がいい。あんまり熱でするとね、たらこがパサパサになるから。だから生でも食べられるいいパンで作る方が美味しいね。
で、もうこれ直らへんで、もうあのぐらい歯に打ったら痛いなマシになった、うん、ある程度食いたいと切れへん、あんまり開けすぎるとしてもあかんねんけど、うん、今まで切れとったぐらいの伸びぐらいやったら全然大丈夫、うん、でも痛いけどね。今日はね、もう休み最後やしね、うん、ちょっとゆっくりまったりしようかと思って、うん、まあ、子供とね、いろいろ、うん、遊ぼう。でも冬休み最後やから、ね、明日の準備もさせなんだかんし、日本の中で、ね、あのなっちゃんもこう動画をね、今年はいろいろとねやっていきたいんで、なっちゃんも明日からスタート、うん、冬休みね子供いてるからね、子供がいてる時は一緒にまあ、過ごしてで全力疾走で、ね、今年はちょっと新たな気持ちでやっていこうと思うね。だから言ってさ、変わりました、今日から何が変わりましたかって言ったら何も変わらへんとは思うねんけどね、うん、ね、あのね、9日からちょ新たに再出発じゃないけど何かこうやっていこう、うん、で何かやっていこうって思っても何をやったらいいのか分からへん、手探りにはなんねんけどもね、でも、うん、何変わってんって言われると思うね当初。でも数ヶ月半年経ってで今年の終わり1年最後ね締めくくり年越しライブぐらいに、あっちゃん1年間でこんだけ変わったよねって言ってもらえるようなチャンネルにしていこうと思うんでね、それを今日昨日夜も考えとってん、動画レンダリングしながらね考えて、で終わってからもちょっと考えとったら、結局ね動画編集終わってから1時間半ぐらいいろいろと一人考えとったらね、結局ネタがね4時になっちゃった。うん、そんなこんなでねいろいろ考えながら、うん、あの新たなことをしていきたいと、うん、あちゃんは思ってんねんね、うん、でその中で、ね、まず一歩目、何をしようかなと思うんだけど、まずあのお出かけ動画を増やしたいなと思って、うん、まあ当初奈良の紹介で、大阪京都、もうちょっといけるかな、一日日帰りでね朝出て夕方までには帰ってこれる距離っていうので行くと、まあ、兵庫行けたらいけるかな、和歌山行けるかな、あとどこだ、滋賀県行けるかな、ギリ行けるかな、結構、うん、滋賀県が遠かったりするけども、まあ行けんことはない、うん、でうん、あの車でドライブ兼ねてドライブ旅を、するか電車旅、うん、電車に乗って現地行って2現地歩いてでっていうのも面白いな、時々ねテレビでやってる番組で、電車でね、電車の駅、の沿線駅のそばをうろちょろ歩いてっていう番組やねんね、よーいどんって言って関西でやってる番組やねんけど、人間国宝さんやってるんだけど、あれ駅周辺の
なのいろんな商店をうろちょろうろちょろして紹介するっていうのとか街並み紹介するっていう番組で、ね、関西のゆるいローカル番組結構好きで見るんだけど、あんな感じにね、その電車で行った駅のそばで、今日はどこ行こうかな、今日っていうか今回どこ行こうかなってもう感じで行って、全然知らんとこ行って、でそこのとこ行って突然アポ取って、で、撮影してみたいなんで、商店紹介みたいなしようかなとかね。あとね、そうしたら電車で移動するから電車の動画も撮れるし、で、ね、あっちゃんいつも行くところじゃない、降りない駅で降りるっていうの面白いなと思ったり、あと車でダーッて移動して、で、まあ、これ車のドライブ動画で、いつももうお買い物ドライブ動画やから、みんなの知ってるもう、ね、景色ばっかりやから、そうじゃなくみんなの見てない景色、いつも行かへんとこへドライブして、でそこの、ね、行き着いたところの街中紹介、街並み紹介っていうのをやろうかなと思ったりね。あとね、いやだから結局、この街中歩くってのまだやってないけど、まあ街並み紹介、自分の地元の街並み紹介もやりたいんだけど、そんな感じに知らない街の紹介っていうのも面白いな。で結局そうやって言うと、昨日も見てて、奈良県内でも知らん、行ったことないとこいっぱいあるよなって思って見ててね。だからそういうのを今年ちょっと力入れようかなと思ったんでね。でそれだけじゃなくね、お家で紹介するもの、まだ買ってきたものの紹介、去年もやって、ずっともやってたけども、それをさらにパワーアップしたりとかね、やりたいなと思ったり。で、だから、今年のあっちゃんの今の、まあね、やっていこうかなと思うのは、まず動画の編集クオリティを上げる前に、動画の、本数は今まで通りまだね、もうちょっとね、再生回数、どこでだから、折り合いつけるかって、再生回数やったらじゃあ思ってるね。で、どっかの、なんていうの、数値で、決めていかなあかんことやねんね。で、これが、なんていうのかな、再生回数が上がるって、上げるっていうのが目標やねん、もちろん。で、登録人数っていうのは、まあ、1個目の指針だから、再生回数っていうのは見てもらってなんだよね。でも見てもらうためには今以上の人に見てもらわないといけない、見てもらう人を増やす、だから再生登録人数とは言ってるけど、まあ、目指せ登録人数1万人なんて今目標作ってるけども、言ってみたら10本の動画上げたうちの、3分の1、3本見てくれた1人がね、として単純計算ね、6000人より1万人、1万人より5万人、5万人より10万人、ね、見てくれたら、その中でも見て、まあ、登録するけど見てくれへん人も入れてね、今でもそうやと思うんだけど、登録してくれてるけど見てくれてへん人、登録してないけど見てくれてる人っていうのもあるけど、一個の指針としてね、まあ、登録人数っていうのもを増やすと、単純計算と再生回数も増えると思う。だから、再生回数を要は増やすっていうね、そこのところが一番データとして見やすいなと思うんでね。だからそこのところを増やすために編集して動画を減らすことにした方が、まあある意味、お金もかからへんし時間もかからへん、ねんけども、それをやるとね、ちょっとね遠回りな気がするね。今は、いろんな動画を出していって、でその中で何て言うのかな、新しくこうやった方がいいよっていうアドバイスも聞きながら、この動画はちょっと再生数取れへんからちょっと淘汰していこうか、やめていこうかとか、だから毎日じゃなく何日かに1回にしていこうかとか、そんな感じにバランス取っていて、1日の上げる本数を減らして、で編集に力入れていくっていうのが最終目標やねんけどね。だから今なんていうのかな、動画アップロード本数は今のまま今年は頑張って、でそこのところでいろんなジャンルをやっていって、でみんなに、どの動画がいいかな、どの動画があまり見てもらえへんのかなっていうデータを取りながら、で、1年間ちょっと頑張っていこうかななんてちょっと昨日考えとって、でその中で、まずね、今年10日に東海恵比寿、今宮恵比寿、大阪ね、行きたいな、でまだちょっとわからへんねんけど行きたいなって今思ってんねんね。でまあこれも今日決めて、発表しようと思ってんね、で、まあ病院行く動画とか、お買い物行く動画はもうもちろんいつものことやからねあれやねんけども、それ以外に
今日はどこ出ていくぞって決めて出ていく、お出かけ、お買い物、お買い物じゃなくお出かけ街並み紹介動画っていうのをね増やしていこうかなと思って、でそれを何曜日に行くか、週に1回なんか月に1回2回にするのか、まあ、そのあたりも、ね、もう決めていって、うん、今日もこの毎月何第何何曜日はお出かけの日とか、うん、そんなんしていこうかなと思って、うん、あと、ね、そうお出かけ先で寝たね、だから言ったらお出かけ先のところでね、なんか面白そうなとこ前もってね情報を得とくね、いろんな人、視聴者さんとか、その近くの人とかね、に聞いたりとかして、でアポ取っといて、でね、一応台本とか作るの苦手やねんけども、台本っていうか、まあ、こんな感じのを紹介しようかなとか決めといていくっていうのね、ほんで時間も無駄に過ごさへんしてるんで、ちょっとそうやってね構成を練ろうかなと思ってね、なっちゃん苦手は苦手やねんけども、だからそんなことをしていくとちょっとね有意義に、動画を作っていけるかなと思って、でそうしていったらね自然といろんな新しいものがね見えてくると思うんでね、そんな感じであっチャンネル今年はやっていこうと思うんでね、今日だから一日ちょっといろいろ考えて、まあ今日明日明後日の動画もちょっと撮りながらで、明日9日は、それに対しての、スタートとしてやれることやって、で10日恵比寿行って、で11日恵比寿の動画編集したりなんやかんやあるからね、で12、13、14とねこの週末を、何らかしらで過ごして、翌週15からの週はまたその日も1日2日どっかでお出かけする日を作ってみたいなね、で、その翌週また病院なんでね、病院もね毎回、同じような感じに、今も病院行く日はね、視聴者さんとランチ会みたいなのを撮って、でランチ会も今までみたいな感じで動画を撮らずにお話ししたりっていうね、やっぱり視聴者さんサービスっていう企画でやっててんけども、まだこれもやり方を変えようかな、考えようかなと思ってね、だから、今回も病院行く日に、合わせて何かしようかなと、だからそういうところもねちょっとこう今までと違うことをしていこうと、じゃあ思ってるんで、また面白いアイディアあったらね、コメントいただければ嬉しいです。でこの前ねリクエストを集ったんだけどね、リクエストもね、またやれるとこからやっていくと思うんで、もうしばらくお待ちください。で、まあ動画で言った通りできるものとできへんもんあるからね、その中で面白いなと思ってすぐできるもんはねやっていこうと思ったり、なかなかできへんもんはねちょっとゆっくりになるかもわからないけどね、そんな感じでまあちょっと今年1年楽しくいきましょう。はい、でこのあっチャンネルでついてきてくれる人は今年も見てください、よろしくお願いします。ということで2018年あっチャンネル本始動、今日明日ぐらいから本格的始動をしたいと思っております。はい、ということで今年最初のお出かけがね、東海ビス行けるようにちょっとね、スケジュール調整したいと思います。はい、では、今日のあっちゃんの朝ごはん、たらマヨトーストと、こういうね、ちょっと今年のあっちゃんのようなお話、よかったなと思ってくれさ、高評価を。で、こんなあっちゃん、今年もついてきて見てあげるよっていう人は、チャンネル登録してください。こっちかな、この辺かな。では、またねー。バイバイ。